嬉しいのってやっぱり手かけたものが当たり前にできてもらうのが一番嬉しいですね。最初の1年目植えて1年据え置きでその株から出てくるんですけど、リンドウ、はい、その2年目そのやっぱ咲いた時はやっぱ嬉しかったですいや、あ、うん、まあ、楽しいね。だってこれってあのキリがないのや満足するものはよ毎日できているんだけども、さらにまた向上するのよな。その満足度が収まらなくて次から次のチャレンジをしていると、うん、去年このシクラメンすごく良かったからこのラベルのこの商品ちょうだいってお客さんがいるって聞くな。これはよ生産者冥利に尽きるよ。うん、花持ちがいいって言ってこうわざわざ買いに来てくれる人とかもいるんで、そういう声聞くとやっぱりああやってて良かったなっていう感じですかね市場もそうですけど、市場はやっぱ消費者の人たちに届く花なので、やっぱり間違いないものを出し続けたいなっては思って言ってますね。で、お花の魅力って本来は何でもそうなんですけど、自分の好きなものを自分の土地に植えてそれがお金になってくれたら一番いい職業だっていうふうに思います。そんなに高くなくても自分が本当に好きなものを作ってその花が売れるっていう風になってくると面白みを感じる。一生懸命勉強して覚えようとするので、もちろん基本ありますけど結構いろんなことに挑戦できるっていうのも魅力の一つだったのかなっていう風に思います。とにかく農業がしたかったんですね。やりがいのある仕事がしたいなと思って、同級生が近くでリンドウ作ってて、こうあの素晴らしい花だなと思って、もう濃い青の紫色の、うん、花があったり、もうリンドウ自体初めて見たので、そこですごいもう自分自身も作ってみたいと思って、それがもうすごい魅力あるところですね。楽しいですね。まあ、でも多分一人ではできないことなんで、やっぱり部会の先輩でしたよね。まあ、支え合っていける人たちがいるから楽しく思えるのかなって思いますね。まあ、これが本当に一人だったら多分本当ラグナイだけだったと思いますけど。農業だと愛情とかって言ったりするんですけど、自分の場合は愛情っていうよりは忠誠心かなっていう感じに思ってますからね。その自分の育ててるものにどんだけ尽くせるかみたいな。あとはやるからには楽しくやらないとダメだ。これは俺だけじゃなくて従業員も含めて。初めてオランダにその行った時に衝撃を受けてきたことがあって、仕事が半分、楽しみが半分になる。そのあんまり仕事オンリーじゃなくて少し生活、人生を楽しむ的なものが少しはこうなってくるような気がするんだ。その一役を花が持てればいいなと。願望な願望。夏場の間は本当にあの他の産地から見れば
持ってないものも持ってる。そこのところを強調して、まあ、強調するのが合うものを作ればいいと思います。ぜひ、期待しててください。最上からいいものを見せてあげます。実際はやっぱり8割くらい辛いですよね。まあ楽しいですね。楽しいし、物火とかこうみんなからこう花ください花くださいってこうやっぱ言われるのが一番自分の中で嬉しい時です。これにこう応えられるように、まあ、頑張っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、やっぱりいいものを作れば、まあ、それなりに、うん、買ってもらえるのかなって感じですね、うん、当たり前にできるようにやってでもできない時があるんですよ、うん、いろいろな、うん、それがまあその自分が思ったようにできれば一番嬉しいですね。長く続けずやっぱりまあ仕事だからねこれで。いや、うん。